じゃあ収録開始しまーす。お願いしまーす。私あの子を潰し奪われた胸は晴れ模様イライラさせていつの時でも反射で手は鏡の中で止まる虚しく囁く夜の街壊して弱らせる我らたち女なんてそれはいらないよ一人で夜泣きで揺れ揺らせ女なんて見せて何のでしょう目覚める日差しを手に浴びて夢見ていただけと悲しい可愛いしたまた同じ男だって
いらっしゃいませさあやってまいりました平日のなんと3時半昼下がりでございますよくぞまあこんなにお仕事もせずに集まったもんでございますありがとうございますいやね、今日はねあのケイチョンチャンネルの収録ということもございましてまああの一応ねケイズの曲を、全部で5曲ばかりやっていこうとは思いますがなんかあれ物足りないなちょっと今の音程がおかしいんじゃないかなっていう時は取り直しも行いますまあ本当にあの11月のね7日のケス、宮崎に向けてですねまあちょっとあのいろいろ我々もねあの練習する番組だったのでそこでまああのうちのバンドメンバーも込みで今日はいろいろやっていこうと思ってますので本当あの写真は全部 OK です、はい、動画はね動画は一応あのこれケイチョンチャンネルの方でも流すので動画をいろいろそちらが撮ってしまってあケイチョンチャンネルよりいい絵があるじゃないかってなるとちょっとあのチャバネががっかりしますので SNS 等々でこんなの行ってきましたっていう、写真はいくらでもいいですけど動画だけはちょっと失礼なるべくなるというか、NG ということにさせていただきますんで、ね、よろしくお願いします、はい、さあどうですか三浦君、はいこうやってやってきましたけどこのお客さんの前に初めての客入れなので、ちょっと緊張しますちょっと緊張してる割にちょっとねだから今日さあのまあケーズやるっていうことでスーツ私だけなんですよねああもうねもうサイコさんももう綺麗でねいつも可愛いって言われてましたね可愛いって言われてましたよね可愛い足をね、両手で手振ってました、とか言ってねあのチャバネもねあのちょっとこうオープンする前に、ちょっと上見てきますって言って上見に行ったら 4,5 人の方にうわチャバネって言われたのをすごいなんか粋に思ってましたよチャバネだーって言って 4,5 人のお姉様方に手を振られてそうですねよく見てくださいあの前歯が乾いてますからあのくっつくんでこうペロペロ舐めて喋る癖があるんでそれはあの今マスクしてるんでねなかなか見づらくなってますけどよく乾いてねこうだって舐めちゃって喋るんでその辺も皆さんチェックしていただきたいと思ってますじゃあ行きますかまずはねあのオレンジのアナベルこれから行きたいと思いますオレンジのアナベルはあの作詞作曲が作詞はもですもうあのサイコさんのねエルドレッドの作曲でね私が本当あの出だしがもうわけわかんなくて何度もやり直しても本当にもうわかんなくてもうだからもう音を自分で歌ったやつに後からつけてもらったというそうなんですよそうなんだじゃないんだそうなんだの声がでかいそうなんだの声がでかいそうなんですからそうなんだ声でやってるけど優しいいちいち大きくつぶだてないでください拾う癖があるんだよのコメントはありがとうございますいいのいいのいいのじゃあ最後さん言っちゃいますかそれでは皆さん聞いてくださいオレンジのアーベyou can't be so mad to walk peace
くなった泣き跡、汗をかいたグラスに口づけ、立ち止まる夕焼けに止まるワンピース、オレンジのアナベル見つけた渚、手つかずで消えた車、腕時計は水に May I will しないといけないから、あれ大丈夫かな、ケイちゃん大丈夫、入れてるの入れてないのっていうのを十分楽しんだ上でちょっと入れなかった手法ですよ。今の提供良かったですよね。誰がやり直しいってんだ、なんでソファに座ったらお前やり直しやり直しって。YouTube 的にはやり直し？一通りやってからやり直すわ。待てなんで俺がイライラしてるといけないこれ。主人公ね。主人公はね。なんで主人公がこんな一曲でピンチに立たされないんだよ。そうでしょ。ピンチになるのが早い。大丈夫、大丈夫ですよ。声もでかい。落ち着いて落ち着いてるわ。買いたい。どうし
ますか。じゃあ続いていきましょうか。そうですね。ああ続いてなのはポジティブマン、これはもう三浦の作詞作曲、はいはい、これどういう思いで、これはこの渋谷ですけど、うん、ちょっと渋谷系に寄ろうかと思って、まあね、あ正直渋谷系にそうな人がなかなかそうか、ちげやんのコーナーでもちょっと公園時間あるんですよ。公園、そうだね、公園寺のボロボロのアパートに30年ぐらい住んでて、あの人いつも公園でサックス吹いてるよねっていう感じだから、まあまあまあ渋谷系にちょっと寄せたっていう曲ですね、はい、そうですね。それでは行きましょうか。ポジティブマン。
所がどこなんかなと思ってちょっと一応立っといてどこで終わってもいいようにちょっと二郎立ちにしたんだけど、それが意外とハマったなっていうのを、まあ、こうやってみんなで作っていこうというね。いや、なんか俺これ二回りぐらいいけんじゃないの今日、2回ずつぐらい。なんかちょっと乗っていく、なんか いいカラオケボックスにいる感じ。いいカラオケボックスにいる感じだから、でも2回転ぐらい歌いたくなるよね。まあね、大事な人時間は足りないかも。なんでお前が乗り気じゃないの。お前が一番乗り気になるの普通だろ。違うんですよ、今日、うん、お店バーが1周年記念。そうなんですね。あ、そうだね、今1周年なんですよ。お前のオープンに合わせてわしらお前この時間にしたんか。違う、それは箱の箱の、はい、ルール箱の都合で。じゃあ行きますか、行きましょうか、はい、続いてシーサイド BBQ。 これはね、ケイスケさんのね、はい、うん、なんかすごいランキング1位。そうなんです、これね、うん、iTunes かなんか の、 あのレゲエ部門で1位取ってるね、今それでは聴いていただきましょう。シーサイド BBQ。
新曲の4つ目、なんだよ、いちいち同じこと思いましたよね。新曲の4つ目ってことだから、新曲のって来週ブレイクアウトはもう1曲。なんだよ、才能の前に帰れお前もタクシー乗りながら帰れよ。出た お前ほんまガヤガヤガヤが簡単に入る出たな。いいのよ、ガヤいっぱい出たよ。じゃあ今をかけろ。はい、ラジオメ、これは作詞作曲、それでは聴いてください。今を
僕のパワーになる。ちょっとお聞きしたいことがね。はい、皆さんにお聞きしたい。新曲4つ出たじゃないですか。4つ出た。新曲カラオケを1曲だけ作れるんで、うん、まあ、ちょっと時間かかるんですけど1曲だけ、うん、いや、あれさ、はい、毎週ブレイクアウトってあれカラオケ入ってるの知ってます？あ、知ってるんですか？いや、俺びっくりした。歌ったんだよマジで。まさかないだろう、歌ったってなって、で、歌ったんだよ、ね歌ってって言われたんじゃなくて、歌ってって言われずにどういう反応を示すかもうフルで歌ってみたのよなんかちょっとそうそう、まあ、周りがざわついてたよね、うん、山本さんすごい人の知らない曲をこんな全力で歌えるんだなんでこんな誰も知らない曲を全力で
歌ってんだろうっていう感じで見られたから、私の曲ですって言ったらわーってなったそうなんですね、だからそれはそうよね、あびっくりした、だから4曲のうち1個だけとりあえずなんですここからまた営業するんですけど、どれそう、どれかを皆さんちょっと挙手でやってみようかなってちょっと今4つで拍手拍手っていうの拍手でしょうか拍手でしょうかまずはオレンジのアラベルの方拍手続いてポジティブマンがいい方拍手続いてシーサイド BBQ がいいという方拍手続いて今をかけろがいいという方拍手わかりましたオレンジのアナベルねエルドレッドで今をかけろ三浦、うん、ジャルティンで決めようあおジャルティン最初はグーじゃんけんほいあいこでしょいあいこでしょいじゃあアナベルだかりましたじゃあまずはオレンジのアナベルの営業からお願いしますはいまずはまきたいのか必死でも次の曲を営業しますまきたいのかそうだなそうじゃ皆さんねちょっと一個報告があるんですよなんと明日エルドレッドの誕生日なんです でしょ泣いてもいいんだよだから俺もほんと即興で歌うわお前いけるかこれはチンポギターひどいなぁやれっすよやべぇチンポギターってここで弾くからさお前チンポギターってばっかり持つだろチンコみたいなとこ、いくよ。
いや、今まで泣かすつもりじゃなく言ってたら、それが本当に泣いたら我々までもらってしまう。姉さん、あなたが泣いてんだよ、これ。何もマスクの上、メガネの中、曇るから。涙と曇りかなんて分かんないけど、さあ、お届けしてまいりました1時間ちょっとのケーキョンライブ以上をもちまして終わりとさせていただきます。これはなかなかいい、ステップアップ、ホップステップ、ジャンプに向けてね、いけたと思います。これ良かったんじゃないでしょうか。良かったです。うん、おしまい。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。